科学革命と日本語訳される概念には次の二つがある。イギリスの科学史や H. バターフィールドが提唱した科学革命は主に17世紀に生じた科学の大規模な変革を指す固有名詞である。バターフィールドは1949年の著作近代科学の誕生 The Origins of m o ン e r n s c において近代を画する時代区分点として従来のルネサンスや 宗教改革よりも17世紀の近代科学の成立という事象を当て、これを産業革命に倣って科学革命と呼称した。バターフィールドには従来の歴史観があまりにもヨーロッパ中心的であり、歴史の実情からは遠いという反省があった。彼は17世紀に近代科学が出現するまでのヨーロッパ文明は世界史の中で必ずしも 指導的な立場にはなかったという論点に立ったのである。この時期に起こった明確な科学の変革はまず、従来の宇宙体系の変革にあった。それ以前の天動説に立った宇宙観が捨てられ、指導説への転換がなされたのである。これに基づけば、科学革命の中心的な担い手は、ポーランドのコペルニクス、ドイツのケヘプラー、イタリアのガリレー、イングランドのニュートンの4名であった。 地動説は、単に惑星位置の計算方法の変更にとどまらず、当時の宇宙観そのものの転換に大きな影響を与えた。また、ガリレイによる自由落下運動の法則などの力学的な発見は、従来の目的論的自然観に変更を迫るものであり、万有引力の発見などをはじめとするニュートン力学の発表は、近代的な機械論的自然観の提唱につながり、 また、これまで地上のものと天上のものと二分してきたキリスト教的世界観を覆した一方、多くの技術革新を導き、18世紀における蒸気機関の開発、さらには産業革命へとつながった。誰にでも再現可能な方法、すなわち実験や観察によって、自説の正しさを証明するという方法が採用され始めたのもまた、この時代からであった。 それ以前は、経験値を軽視して、純論理的な哲学的心理が追求され、科学的な証明方法は十分に確立されていなかった。ガリレイは、その著作の中で実際に球を転がし、振り子を往復させた結果を記述し、読者に再現可能な実験の方法と結果を提示することによって、自説の正しさを証明した。また、ケプラは、ルドルフ製表を作り、 天動説よりも地動説の方がより精密に惑星の運行を計算できることを明示した。これらの手法は哲学にも大きな影響を与え、科学哲学の成立を促した。バターフィールドは近代科学の誕生の中で、この革命は近代世界と近代精神の真の生みの親として大きく浮かび上がってきたと述べ、科学革命の意義と歴史的重要性を説いたのである。 バターフィールドの説が発表されると、それをめぐる議論が起こった。近代科学の成立を新しい時代の活気とすることに賛同しない立場からの意見は、科学革命の意義は認めるが、科学革命の歴史全体への評価は受け入れられないというものが多かった。そのため、後日のトマス・クーンによる科学革命と区別する際、日本語では、 バターフィールドの科学革命という表記ではなく、17世紀科学革命と表記されることが多い。バターフィールドの書論を拡張し、18世紀の産業革命期における蒸気機関などの科学技術の発展とそれが産業や社会に果たした役割を評価して、特に第二次科学革命、または18世紀科学革命と呼ぶことがある。 アメリカの科学誌やトーマス・クーンの科学革命は英語では綴りが小文字でありしばしば複数型が使用されることからも察せられるように普通名詞でありバターフィールドの科学革命よりも広い意味で使用される。クーンは1962年科学革命の構造ザ・ストラクチャー・オブ・サイエンティフィック・レボリューションズを表し科学は通常科学と 科学革命より構成されると主張、特定の科学者集団が報じるパラダイムに従って、通常科学の研究が行われるが、その過程で変則性が権限するに至って、当該パラダイムに危機が生じ、ついに、科学革命がなされて、別のパラダイムが生み出され、それと交代する事実があることを指摘した。すなわち、科学者は一定の発想、前提、枠組み、 ルールなどに従って研究を進め、できるだけその枠内で問題解決を図る傾向にあるものの、このような試みが行き詰まると枠組み自体が疑われることになり、混乱期を経て思考の枠組みの大幅な変更が起こることになる。これをクーンは科学革命と称し、しばしばパラダイムシフトと言い換えられる。クーンによれば、こうした科学革命は歴史上何度も起き、また、 現在も起こりつつある。クーンによれば、天動説が地動説に転換した出来事だけではなく、ニュートンの力学体系が行き詰まって、アルベルト・アインシュタインの相対性理論が生み出されたという事情や経緯もまた、科学革命の一つに数えられる。また、新旧パラダイムは根本的な前提や物の見方において大きく異なるために、共通の指標や約束時を持たず、 例えば同じ用語を用いても意味と内容が異なっていたり、相互に協約が不可能である。これをクーンはともやく不可能性と述べた。従来、科学はただ累積的に一方向に向けて進歩すると考えられていたが、クーンの言説は、科学革命によって研究の路線の方向性そのものが変化し得るものであることを提示しており、一般思想界にも強い影響を与えた。 ありがとうございます。